つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ。北極焼きそば完成でーす。あーめっちゃうまそう。待ってましたよこれ。ついに中本さんの北極焼きそば待ってました。あー楽しみだな。早速食べていくか。ではではいただきます。中本の北極焼きそば早速いただいていきましょう。これ替え玉いっぱいありますんで、美味しかったらいっぱい食べていきます。うん、辛い辛いけど辛いけど美味しい。これぞ北極。ネギも添えましたからね。辛いけど美味しい。ちょっと辛さが足らんか。うん、美味しい。二玉今日準備してます。うん、前回発売された蒙古焼きそばよりちょっと辛いか。ちょっと味がね、辛いというか味が全然違うよね。うん、おいしい。マジでうまい。辛いけどもううまさの方がでかいな。もう中本さんありがとうって感じ。これが1個麺が 130g なんで、今日は 260g ですね。多分この激辛マヨファイヤー、名前がかっこいい、しかもうまい、やばい。you
北極ラーメンの方が辛そう。北極ラーメンの方が辛いと思う。うまいな、マジで。うん、2箱作ってよかったわ。1箱じゃ足らんかった。だいぶ辛さが蓄積してきた。結構辛いぞ。辛いけど絶対ペヤングの方が辛い。中本さんのいいところ、辛いけどうまい。うま辛。はい、食べました。食べましたよ、北極焼きそば。だいぶ口の中で今辛さが蓄積してますけど、すごくとっても美味しかったです。皆さんもぜひ辛いの好きな人食べてみてください。お疲れ様でした。では皆さん、また会いましょう。じゃねー。グー。